はじめましての方ははじめまして、そうじゃない方はいらっしゃいませ。いやがちゃちゃというわけでございまして、私矢上颯がお送りしております絶対生き延びてみせる絶対絶命都市4パート11というわけでございましてですね、前回はですね、前回からですね、一番最初に、被災に遭った時に言いましたですね、水蓮公園に向かって今まで歩んできた道を逆走しながら進んでいておりますね。パートなんかの時ぐらいでね、コンビニのあたぐらいで出会いましたね。弥生ちゃんともね、無事再会することができたりとかしながらですね、壊れていた街並みをなんとかしようとする人たちがいたりするところとかを見ながら進めているところでございます。さあというわけでございましてですね、さらに今回はね、元いた場所に戻っていくためにですね、ガンガン進んでいこうかなといったところでございましてね、朝顔交差点方面に向かった。日が暮れてきたというわけでございましてですね、3日目もですね、ちょっと夜な感じでございますね。朝顔交差点というところになりますですね、もうなんて言うんです、一番最初の方になってきますから、そろそろね、懐かしいキャラクター、懐かしいっていうのもね、おかしな話ですけどね、出てん、あれなんか泣いてね、大丈夫か、どうした、どうした、どうした、泣いてんの、ん、なんか罰悪そうに会釈だけしようがって、どうしたん、なんか髪ボッサボサになってるし、髪が切られて眼鏡も割れている、一体、大丈夫ね、あれから何があったの、あれから何があったの、昨日の夜よ、寝ている間に髪を切られていたの。そんなことある、気配がして目が覚めたんだけど、寝てるふりをしたの、犯人の顔を見てやろうと思って、犯人は一人だった、ジョキジョキ髪を切り刻んだ後、私のメガネを踏みにじってたわ、すごく蔑むような表情で笑ってた、えげつなさすぎるだろ、すごく怖くなって動けなくなって、そのまま彼女が気の済むまで踏みにじるのを見ていた。一体誰の仕業なんだろう、もしかして、まあね、日替わないじゃん、福井さんがそんなことするわけないじゃない、意外とね、なんつんだろう、フロントにだってね、イラつかせるねタイプの人っていうのはね、そういうなんつんだろう、夜中とかにね陰湿なことするタイプじゃないんですよ、そういうのってエリなんじゃないの、もしかして赤坂エリさんの仕業なのかい、そう、エリさん、まさかのビンゴ、あの人自分であんなことしておいて、さっき私を慰めに来てたの、お怖い人、私の感情をおもちゃにしてるんだわ、エリの被災したストレスのはけ口がヒロコに向いたのだろう、エリさんの被災したストレスのはけ口がヒロコさんに向いたのだろう、ね、これはえげつないよね、もうこれね、いろいろとあるけどね、ね、心の中に全てのぶちまけていいよって優しく言ってもね、もう受けらんないよね、そんなこと言われてもね、コンビニあった、どうもどうもね、店長さんいらっしゃい、いらっしゃいじゃねえ、俺が来たんだよね、やったぜ、これで久々に飯が食えるぜ、前回もねちょっとね飯食ってたんだけどね、お腹いっぱいではなかったんだよね、さあという、間違い間違い、ちょよいしょね、というわけで腹ペコから満腹から、さらに大満腹にして、なおかつトイレも、トイレじゃないね、飲んだらトイレに行きたくなっちゃうかなって言おうとしたらね、見事にねトイレを飲んでって言おうとしてね、すごい汚い状態になりましたけども、さあというわけでございまして、とりあえず回復しましたので、続いてはどこら辺だっけな、
ひがちゃん、どこだっけかな。いたいた。すげえ状態でローディング入ったけど大丈夫？何してんの？春彦。あ、そんな顔で見られてもだな。ね、あのこれはね絶対絶命都市ね、ワンやってないとねちょっとピンとこないですよね。あのワンやってるとね、あもしかしてっていう選択肢ございますよね。というわけでございまして、春彦って弟さん？春彦って弟さん？そうです、私の弟です。あらあら、また揺れてるね。収まったみたい。まだ余震が起きますね。ね。もうね。余震も不安ですが、避難生活も大変です。余震も不安ですが、避難生活も大変です。そうですね。生徒たちも随分ストレスを抱えているようです。どうしたの、そんな握りしめて。この万年筆は春彦が私が教師になったお祝いにプレゼントしてくれたものなんです。見てたら思い出しちゃった。いいじゃんいいじゃん、そういうのね。ちゃんとそれ持っててよかったね。高校生なんですけど寮に入っていてずっと会ってないんです。なるほど。弟とは以前大きな地震に巻き込まれたことがあったから、ついその時のことを思い出してしまって。ね、姉思いのいい弟さんですね。姉思いのいい弟さんですね。そんなことないですよ。昔から私の心配をよそに無茶をしすぎて困ってるんです。なるほど。私のこと心配しているかもしれない。何かに毎回挟まれるしな。無事でいることだけでも伝えたいんだけど、携帯を忘れてきちゃったから。ねえ、ちょっとしたものがあったらすぐにでも連絡取れるのにとかってね、ちょっと悔やんじゃうよね。いやいや、春彦のことを思い出したら涙が出てきちゃった。春彦どうしてるかな、心配してるだろうな。いやでもね、もう強靭なね、唯一の皆勤賞で全ての災害を生き延びてる女ですからね。いやはや弟くんも心配してるけどね、なんかまたお姉ちゃんだったら大丈夫だろうみたいなところもありますよね。さあというわけでございまして、初めてこの町に降り立った水蓮公園方面に向かったというわけでございまして、ようやくでございますけどもね、この切れ目、このビルの切れ目の奥はね、初めてあのちょっとなんかしゃがんだりいけるところがあって、ひろこちゃんが無理やり行かされそうになってた場所なので、ようやくですねスタート地点に完全に帰ってきたといったところでございますね。ずいぶんね進んできましたけどもね、長い旅路でしたけども、なんだかんだ言いながらなんとか帰ることができましたね。一番の違いっていうのはね、後ろにね一人じゃないってことですね。カナエが一緒にいるということでございます。さあさあというわけでございましてですね、まあとりあえずもう公園方面なので、また改めてここのところもですねくぐっていきながら進んでいきましょうね。一番の違いはね、あの時に見ることがなかった夜の風景でございますね。ただやっぱり3日目にもなりましたので、あの近くのところからねいろいろと物資とかが来たのでしょうか、あの電気などがついてちょっと明るさがね確保されているとかっていうところが大きな違いかなというふうに思います。さあというわけでございまして、まず向かうところはですねアパレルストアでございますね。体験版でもねお世話になりましたあけみさんがいてくれたところでございますね。よいしょっと、よいしょ。さあさああけみさんいるかな。いいし、というわけで2階に進んでいきましょう。うーよいしょ。あらあらいた、デザイナーあけみ。お店がむちゃくちゃになっちゃった。あれ、あなた最初の地震があった日に私を助けてくれた後で、私がデザインした服を盗んでいこうとした人ね、全部覚えてる。あなたに助けてもらった後、店を再開しようとしたんだけど、スタッフがみんな出てこれなくてあの時のままなのよ。それにこの状況ではお客さんが来てくれるはずもない。海外留学をきっかけに運よくブランドを立ち上げ店も持てたのに。何より自分が作ったファッションを身につけて自信を持ってもらうのが好きだった。もう以前のようには戻れないのかな。それは明美さん次第じゃないかな。私次第？そっか、
私次第なんだ。私次第。彼女は自分に言い聞かせるように私次第という言葉を繰り返していた。どうした、大丈夫か、闇から治ったか。あなたが言ってくれた私次第という言葉、最初はちょっとムッとしたけど、改めて考えてみたらいい言葉だよね。少し考えてみようかな。ところで、私の作った服買っていかない？化粧品もあるわよ。なるほど。というわけでね、まあこれも一つの私次第の結果ですよね。ポジティブに頑張ってくっていうね。じゃあまあこのね、トランクスの水着ぐらいもらってこうかな。よいしょ。買ってくれてありがとう。頑張ってな、あけみさん。さてさて、3階にはもうさすがに人いないよね。3日目だもんね。よい。あら、まだいたの？地震が来てから家にも帰らず、会社にも行かずに誰とも話さず、私はここでずっとこうしてる。あれからずっとここにいたんだ。あなたは数日前に私に話しかけてきた人ね。あなたに店の人が落とした鍵を隠しているのを見破られて、悪いことをしていたら必ず誰かが見ているのだと思ったわ。いいことをしても誰も見てくれていないのに。私が家庭や職場でどれほど献身的に尽くしても誰も見てくれてない。毎日毎日無神経だ、役に立たないとなしられ苛まれていた。それで？と優しく続きを話すように促す。それでも夫や上司に認めてもらいたくて、必死で毎日クタクタになるまで頑張ってきたのに、夫からは見捨てられ、会社からも解雇されてしまった。パート先を探して働いても、夫が購入したもののローンを支払わなければならなくなり、金融機関から借りられるだけお金を借りたわ。借金は増え、パート先にも取り立てが、何をやっても悪い方へと転がり落ちていく。これからきっといいことがありますよと優しい言葉をかける。何を根拠に言うの。私のことは放っておいて。あら、お金借りてるんですって。ちなみにここでございますけども、70万肩代わりしてあげることができますし、一回お金預けたらっつったら18万5000円もらえます。なのでですね、お金がここでねないなと思ったら18万5000円ここでパチることもできますので、そこはお好きにどうぞというところでございましてね、そうしましたら、ここからはですね、もうイベントが終わってしまってるので抜けまして、さあね、もともとの予定がね、カナエと一緒に水蓮公園に行くでございました。というわけで水蓮公園に到着してみましょう。何かしらのイベントが発生するのやもしれません。さあ、ずいぶんね明るくなってていいですねと。よいしょ。おカナエ、ちゃんと生きてた。よかったね、かなえちゃんね。あれ、君はあの時にどうしてかなえと。駅で彼女を助けて一緒にフェリー乗り場に向かっていたことを伝えた。そうだったのか、かなえを助けてくれてありがとう。まあいいよいいよ。でもあなたがともやと知り合いだったなんてすごい偶然。確かにね。それよりフェリー乗り場で待ち合わせの約束でしょ。ちゃんと待ってたんだから。ごめん。そうだ、紹介するよ。前に話した亡くなった恩師の奥さん、前田さんだ。彼女の用事を手伝ってからフェリー乗り場に向かおうとしてたんだけど、地震が起きて行方がわからなくなっていたから、今まで前田さんを探していたんだよ。結婚の約束をしているカナエと言います。どうも、トモヤがお世話になってます。いえいえ、お世話になっているのは私の方です。すごいお酒のおばあちゃん。前田と言います。彼がいてとっても助かっているのよ。ねえ、でもよかったね、かなえちゃんね。生きててね。それにしても、君がかなえと一緒に現れるとはね、驚いたよ。そうだ、君、あの時頼んだもの、今、持ってるかい？さーて、これに関してはね、もう仕事しましょうか。もちろん、とうなずいて、指輪の箱をこっそり渡す。アイテム、指輪ケースを手放した。
ありがとう。かなえ、あら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 、急にダイレクトにやっちゃう。ありがとう。あらあら、羨ましいわね。ヒューヒューだよ、ヒューヒュー。ねえ、トモヤ、この街から出ましょう。いろいろな場所を見てきたけど、今のこの街に住み続けるのは大変だと思うの。前田さんも一緒に。ねえ、そうしましょう。カナエ、僕はこの町に残ろうと。え、なんで？あれから僕もこの町のいろいろな場所を回ったんだ。みんなすごく大変そうだった。だから僕はこの町に残ってみんなの役に立ちたい、そう思ってるんだよ。そう、トモヤらしいわね。そういうことなら私も残るわ。トモヤと一緒にいたいし、町のみんなの役に立ちたい。いいのかい？きっとすごく大変だよ。大丈夫よ。でもトモヤ、いざという時は助けてね。あらあら、もうこうなっちゃうとね、ちょっとお邪魔虫かなと思いますので、僕の役目は終わりだとこっそり立ち去ろうとする。あ、ちょっと何も言わないでどこかに行かないよ。見つかっちったよ。今まであなたには本当に感謝してるのよ。いろいろ助けてくれてありがとう。僕からも礼を言うよ。カナエが無事だったのは君のおかげだ。それじゃあね、早く家に帰れるといいね。気をつけてね。あら、ねえ、カナエがメインヒロインかなと思ってたけど、なんだかんだで離脱なんですね。というわけでございまして、ラジオを聞いてる男性。そうか、なかなか厳しいな。あ、ラジオ更新されたんですかね。ちょっとラジオ聞いてみましょうかね、と。ここで、お悩み相談のメールを紹介します。お、マジですか。ラジオネーム、うどんティーさん。はぁ、あ、美味しくなさそう。僕は肉まんが大好きなのですが、夏になるとコンビニから肉まんがなくなるのが許せません。許せない。レイ姫も許せませんよね。ということなんですけど。はい、返答は、夏になるとコンビニから肉まんなくなるの？私の地元のコンビニで夏休みの部活の帰りにピザまんを買った記憶があるんだけど、私の地元だけ？確かにうちの近所のコンビニは今肉まん置いてないな。レイ姫も許せませんよね、ということなんですけど、私は許せないというほどでもないですね。共感してやれよ。肉まんは好きだけど、夏に食べるにはやっぱり暑いし。ど正論じゃねえか。そんなに好きなら自分で作ってみるのも良いのではないでしょうか。小麦粉こねて、ひき肉入れて蒸せば出来上がりでしょ。お前舐めてんだろ。お前、そんな簡単じゃない。お前料理舐めてんだろ。お前、でも自分好みの長くないこのラジオ。ことができたらコンビニに怒りをぶつけることもなくなると思います。はい、お悩み解決。え、終わりましたけど。そうか、なかなか厳しいな。まあ結局どうすればいいんだろうか。だから肉まんはコンビニで買うの諦めて。そんな話してた？まあ、ちなみにね、あのここまで来た間にね、ずいぶんとね、あのちなみにあれね、これよいしょ、よくよく思い返したらね、気づいてました。今この話する前に一番最初のバスの中に来たおばあさんが実は風間の恩師の智也の恩師のね、あの人だったってことがね、こうやってね、こうやって見ると分かるのね。たまにこうやってね振り返って見るとね、あのいろいろとね、なんか分かることがあったりして面白いところがあるかもしれませんね、というところでございます。と、さーてさーてね、次回のパートに行く時間には微妙に早いから、残りはちょっと今回はここら辺の周りの人の話とかを見ながらお散歩でもしようかな。あら、デート中だった男性、ごめんね。
今晩もここに泊まるしかないんだ。あなたが一緒なら私はどこでも大丈夫。お前その噴水の中で寝とけお前ら。ってよいしょ。で道が崩れてきても安全な場所はどこだろうか。そこさアウトじゃない？そこ結構アウトじゃない？よいしょ。あざみ駅まで行ければ会社はすぐそばだ。出社できるぞ。まだ仕事の話とかするの？心配だ。心配そうなって書いてあったもんね。さあというわけでございましてね、ここら辺もまあでもやっぱ数日経ったことにもよってね、あのこういう風にパワーショベルとかが来てるのってね、ある程度こうやって物が寄せられたりとかはしてますね。もともとの状態に比べると随分まあいろいろと落ち着いたのかなっていうところではありますが、まあ見ての通りでね、これをどこにどかすのかっていうのも考えたりすると、まあまだまだこの街っていうのがその日常の景色を取り戻すまでには時間がかかるのかなと。まあちなみにね、これもあの過去の経験談からですけど、あの自分が被災した時にそこの街並みが本当に戻ったなって感じたのは半年ぐらい経った後でしたね。あの少なからず、まあ言うと東日本大震災ですから、あの千葉なんてあんまり関係なさそうなところですらそれぐらいかかりましたからね。不謹慎な男性。とことん潰れればいいんだよ。いいねでもついてますか？ね、なんか哀れですね。自分とは関係ないところでそうやってなんか自己顕示欲を高めてでしか他人から評価してもらえないっていう。ほらどうだどうだ、ほら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 、待って間違えた、ほら俺だぞ、ほら俺やで、ほらほら俺やで、ほらほら俺を取っていいねしな、イエーイね。というわけでございまして、まあまあそんなところでですね、カナエをですね、なんとかトモヤに送り届けることができました。なのでまた改めて主人公はちょっと一人ぼっちになってしまうわけでございますが、物語はですね、まだまだ続きがございます。とはいえ今日はもう夜になってしまっておりますので、こちらのベンチで寝ていきましょうね。というわけで朝まで眠るとね、これでですね朝を迎えてね、朝になりまして避難所2を手に入れたというところでございましてですね、ね日が明けてちょっとね太陽が出てきました。今の時間は8時5分、ね、ちょっと明るくなりました。さーて出発するの、気をつけて行ってね、また会えるといいわね。ほうほう、よいしょ。街には物騒な人もいるから君も気をつけてね。あなたが風間さんの婚約日を届けてくれたのね、私からもお礼を言うわ。ありがとう。それにしても風間さんとかなえさんとてもお似合いね。おばあさん無事でよかったですと喜べ。ありがとう。あなたも元気そうで何よりね。さあというところでございましてですね、まあここからはですね、またじゃあどこかに向かっ、人の流れができてますね。あざみ駅に向かっているようでございます。というわけでございまして、皆さんのこの人の流れについていきましょう。先へ進みますかというわけでございまして、物語はですね、ね朝あざみ駅への道路が開通した、人々の流れに合わせてあざみ駅方面に向かったというところでございまして、とりあえず今回はですね、時間がちょうどいいところですございますので、この辺で。次回はあざみ駅に向かっていくんですが、あざみ駅のイベントはですね、まあなんて言うんでしょう、非常に特殊なイベントと申しますか、なんとも言えないイベントが発生するんですけど、こういう人たちにも気をつけなきゃいけないんですよっていうところをですね、皆さんと一緒に学んでいきたいなというふうに思っております。というわけでございまして、今回はこの辺で、また次回動画でですね、物語の続き見ていきましょう。ここまでのお相手は私、改めまして矢上隼がお送りしました。ではまた次回動画でお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。お疲れ様でした。